顔だけは近畿地方だけど、中京工業地帯に連続している中部地方の家畜、三重県四日市市の宇津部駅よりこんにちは。突然だけど、みんなは小さい子、好き。見るな、帰れ、ネットと動画サイトを開くな。動物たちが住む森や自然を守りたい。ってわけで今日は、幼女みたいに可愛くて小さい路線をベロベロ舐め回したく騒扰。二度とその下劣な口を開くな。とにかく、日本には、いろいろな線路の幅があるけど、メジャーなのは 1067mm と 1435mm。明治時代、イギリスの手先ことモレルに矛先向けられ、国内で流行った 1067mm こと狂気。金はかかるけど、早めで安定。その利点を、国鉄対抗の私鉄やらが出しにした。1435mm こと標準機。この2タイプが今主流だけど、鉄道黎明期を支えたのは、もっともっと小型な軽便鉄道。ちょっとした貨物輸送や小規模輸送に徹した路線も、時代の波には逆らうことができず、同僚は、線路が剥がされたり、機関を変えられアイデンティティを失ったり、そんな中でも生きながらえている鉄道路線がある。それが四日市安奈郎鉄道。ってわけで今日はフリーキップ片手に、そいつを全線乗り通すだけの回です。普通運賃にはなるけど、IC カードでも乗れる。じゃあ乗っていきましょう。四日市安奈郎鉄道で使われているレール幅は 762mm。10歳少女の座高と同じくらいかな。なんで今日言葉選びがキモいの？国際的には 1435mm 未満だったらナローゲージ呼ばわりされているけど、日本では JR という物差しが幅を利かせているんで、1067mm 未満がナローゲージってことになっとる。で、四日市安奈郎鉄道の名前は、希望ある未来の明日と、ナローゲージのナローから取っとる。希望ある未来の部分が明日にとどまっているあたり、随分現実主義。車両の愛称は公募で決まった。緑の車体はナローグリーン。戦隊系ナロー小説。同時に愛称を募集した青色の車両、ナローブルーとの対比で付けられたとも。よく考えたら、緑と青しかおらへんから、戦隊系とちゃうか。だって戦隊系には、うちみたいな主人公の赤がいるもん。僕の方に見える車両がナローブルー。4編成のうち1編成しかいないレア車両。レアとは言っても単純確率で 25% なんで、底意地の悪い課金ゲーのガッチャに比べりゃまし。でも形式自体は、新260系なる車両に統一されている。2015年からちまちま更新されてきたけど、元をたどると1982年から使い倒されてる40年選手。設計当初は近代的なデザインなのと、浮かれポンチなことを言うとったけど、今や、クリーム色の塗装とチャチー車体で、そこはかとないレトロさを感じる。特殊狂気だから小型軽量化を求められるっていうデカ物で、重たいハンデがあって、技術の使い回しの難易度と資本力の問題で更新に持ち込んだんだろうけど、それでも10年ほど前までは昭和20年代の車両が、中間車とかの面でご無沙汰していた。そいつらには漏れなく新装車を仕向けて、首という形で手向けてやった。でも、同じ昭和でも50年代の塗装、今乗ってる奴らにはやたら手厚く、LED に照らされるモダンな車内に変えた。冷房もついたにはついた。けど、小粒ながらただでさえギリギリの車内に立つ採用なんぞ、虫がいいので、さっき通った、このあたり、車内の一部を占有しとる、空気の温度を変える以上の役割なんて、どうせ与えられないのに、すがすがしいほど大義名分にすがっている。座席自体はオールクロスシート。そりゃ、こんな狭い空間にロングをぶっ込んだら、足同士がギシギシあんあん、と、床がろくに使えなくて、かえって輸送力ダウン。ってわけで、リア充爆破に、うってつけの、一人掛けクロスが採用されているってわけや。早めに書く日があってもいい。2016年度のローレル賞を受賞するくらいには、つも背もたれも高い、快適なクロスシートで、9大点ごときじゃ満足しないお尻も、この時ばかりは、ベーコバリの美女。車両ばっかり語っていてもあれなんで、そろそろ、路線自体の解説を始めるで、四日市安奈郎鉄道には、2路線ある、宇津部線と八王子線。宇津部線は、安奈郎四日市から宇津部を、八王子線は宇津部線の途中、日永からニュッと伸びて、西日野とを結ぶ。で、今乗っとるのは宇津部線で、いかにも、こっちが本線といった面構え。その顔面にグーパン食らわすようなこと言うと、実際の先輩は八王子線、後輩かつ支線だったはずの宇津部線も、随分強欲。フランスに王位をせがんだ、エドワード3世くらい強欲。とにもかくにも年功序列に乗ったって、八王子線の歴史から先に語ります。随分話は遡って、明治時代、今の四日市市の南西部にあった与毛村では、製紙業やら製茶業やらが幅を利かせていたという。そうすると貨物が突っ込んばっこん突っ込んばっこん。四日市との交流がかったるくてしゃあない。そこで、すでに、あらかた市街地として整うとる、四日市までの、ちゃんとした交通機関を背びった。
そんな中、地元の金持ちが1910年、三重軽便鉄道なるものを立ち上げた。1年後には三重軌道にネームチェンジしたけど、看板だけこしらえて、まだ何もしとらんかった。線路を完成させたのは、半年後、1912年7月、日永から室山まで敷設。ただ、まだ開業は寸止めで、1ヶ月後、伊勢八王子まで延伸。大正時代に突入したと、ほぼ同時期に、八王子線も産声と煙を上げて運転スタート。でも、日永とかいう、四日市の世の地位もなかったところで止まっとるわけにもいかへんから、3年経って、ようやっと諏訪駅と国鉄四日市駅に接続。大体、今の八王子線と同じルートが出来上がった。戦闘力で言ったら、さながら月とすっぽんだけど、でも藤原氏が、望月号、かけたることも、なしとうんぬん。とうと死亡フラグを立てた矢先、ゴロゴロ坂道転がり落ちたように、ちょっと八王子線を取り巻く環境に陰りがさしてくる。話は変わって1919年、三重軌道が解散し、三重鉄道に名前を変えた後、今でいううつべ線を敷設したいと、その会社は目論んだ。ただ、計画段階のうつべ線も2ルート用意するつもりでいて、まず、うつべから鈴鹿の深い沢まで、山方面に線路を敷こうと考えた。もう1ルートは鈴鹿川の先、伊勢神戸、今でいう鈴鹿市駅まで行く路線。早い話、2ルートとも四日市エリアをはみ出して、鈴鹿エリアを新搬しに行くつもりだった。でも、伊勢神戸までありつくには、鈴鹿川を渡らにゃならない。だけど、三重鉄道のポケットマネーをいくらまさぐろうが、鈴鹿川を渡る橋の費用なんて出せなかった。一方の深い沢だって、10km も先の丘、ひ弱な財政状況の軽便鉄道が立てた計画なんて、ゆっぱりん、やで、パイパン、あおい。とにかくそんな状況やったから、宇都部線は、宇都部駅まで線路を敷いたっきり、あとは計画もつるんと滑って、延伸する気も毛頭なくなる、さながらパイパンのように。あおい。そうして、三重鉄道のちんけな資本力をまざまざと見せつけられた中、八王子線にも暗雲が立ち込めてくる。もともと四日市市街地に接続してなんぼっちゅう行き様やった八王子線やけど、せやな市街地やな、だから鉄道路線どもが解き上がれなどと、国道と平面交差していて煙たがられたって側面もあるねんけど、ジャパニーズヤンデレソードバリの鋭利な発言が、運動部が投げるドッジボールの球並みにクリティカルヒットし、あえなく慈悲なく見分けるほかなく、諏訪から国鉄四日市までの鉄道路線は廃止に。ちなみに、同じく、諏訪、国鉄四日市に接続していた四日市鉄道、今で言う近鉄湯の山線を営業していたその会社も、同じく番を食らって、国鉄四日市を追い出され、仕方なく、諏訪に肩を寄せ合うように。ちなみにその四日市鉄道、片岡直春が、支離滅裂な思考、発言をかました、1927年の金融恐慌、それから、ニューヨークのオワコンになった、1929年の世界恐慌とのダブルパンチで、万策と銭が尽きて七類類になる前に、1931年、三重鉄道とがっつり合併を果たしたで、その合併以降、満州事変やら第二次世界大戦やらで、国全体がキスミスムードに。ただ、悪いことばかりじゃなく、沿線には、軍事施設がたらふくできた。路線に与えられた役目を漢字一文字で表すなら、責任。もっとも、観光的にも鈴鹿エリアがつよつよになってきたのもあるけど、さらに、三宮急行電鉄、今で言う近鉄の一部が、関西急行電鉄を通じて、名古屋へアクセス。需要がガキムチになる中で、豆記者まがいのブツを走らせては舐められる。なので1943年、諏訪から宇都部駅まで、宇都部線を全部点火させました。あれ？八王子線は？って感じで、宇都部線が関わるところだけ点火されて、あとは仕方された八王子線。合理化を盾にした陸運統制令の影響で、1944年、三重鉄道は大合併し、社名改め三重交通へ。それでも、一億玉砕とかいう、おあつらえ向きな思想はなお幅を利かせたもんね。1944年の7月には、駅がバコバコ休止されることに、八王子線の駅も、いくらか休止されたのは言うまでもない。ちなみに、さっき通った小細駅も、巻き添えを食らって休止されてます。そうして新さんを、ペロペロキャンディーみたいにことごとく舐め回したのに、戦争も白旗だし、八王子線も非電化のまま、そればかりか、三重交通で電化されてないの八王子線だけだわ、と腫れ物扱い。八王子線の電化をサポったのは、三重交通自身なのに、随分虫がいいことをかまびすしく言ってるもんね。でも、電化しない方がガッタルかったので、変電所のパワーアップついでに、戦後数年で、八王子線も宇都部線にあやかり、電化の恩恵に預かれるように、それからは新車導入だのなんだので、ごたごたをもみ消すかのように、八王子線の記念取り、それから1960年代、三重交通は近鉄と何やらこのこの相談しとった。三重県内では近鉄が鉄道を走らせろ、俺様三重交通はバスを走らせたるから、っていう内容。その手始めに、三重交通が出資して三重電気鉄道なるものを設立。三重交通の鉄道をひったくってどんずらして、近鉄にホイホイ焼け渡すためだけの存在。
深海6500テスラ、先端が見えないほど深い深い根回しを経て、宇津部、八王子線は、電子関白の三重交通から、カカア殿下の近鉄の傘下に、以降、しばらくは近鉄の持ち物になる。ここいらでとりあえず歴史話は一区切り、列車は、イオンタウン四日市泊まりの最寄り、泊まり駅で、何歩かお客さんを取り入れた。宇津部線は駅間自体は山手線クラスだけど、需要で言ったらちょいちょい笑けてて、追い分け、泊まり、南日永、日永の利用者は、1日平均400人前後と、バランスは良さげ、国道1号が近いということもあってか、車窓も全体的に住宅地、定期利用率は 64% くらい。ただこれ構築するけど、近鉄が運営していた時より約 7% 低い。木をてらったルックスの車両に反して、随分堅実派な使われ方。そんで、水源も四日市、河口も四日市港とかいう、ゆりかごから墓場まで、四日市市の奴隷な二流河川、天白川を越える。ブロックで中途半端に姿を隠す、シャイで逆しらな態度をとってるけど、この天白川と八王子線との因縁は深い。ってわけで、その接続駅、日永駅に到着。めちゃくちゃいい陽気だというのに、後ろから不正解の音が鳴り続けている。構内踏切ごときが、人様の暮らしぶりを否定するな。日永駅には、線路幅を比較できる台車が、チェックポイントのごとく、これ見よがしに置かれている。3つのレール幅に加え、自慢げに、762mm の台車を鎮座させとる。線路の狭さだけじゃなく、虚栄心に飢えた度量の狭さも示してくれる。極めて視覚的なモニュメント。ま、762mm の旅客列車を走らせる路線なんて、他には、三義鉄道北西線と黒部峡谷鉄道しかないんで、狭苦しさを引っ下げて、広々とマウントを取りたがるのも、わかるっちゃわかる。舐め回すように、モニュメントを眺めていたら、八王子線の列車が、ちゃちゃを入れてきたんで乗る。ちなみに、日永駅の八王子線ホームは、逆張りオタクの精神くらいひん曲がっているので、車両とホームが、それこそ、青春漫画の遅刻遅刻しち並みの高頻度、高火力で激突しないよう、少しだけ、車両の角っこが丸くなってる。連結部も、うねる線路に立ち打ちできるよう、10センチメートルほど絞られてるらしいで。じゃ、一駅先の西日野まで、ゆったり乗っていきましょうかね。で、先に開業したくせして、電化は遅れた八王子線、西日野から伊勢八王子までは、1970年代の洪水で廃線になったんだけど、実はそれより昔、近鉄の紐になるより前の段階で、すでに廃線議論は巻き起こっていたり、それも皮肉にも、ナローゲージ、単線という個性を指さして、輸送力が増強できないのでしょすと、三重交通が四日市市に、バスなんてどうすかとこついたのがきっかけ。2年後には、運輸省に、八王子線の息の根を止めようと、申請書を出すんやけど、鉄路を失うことを恐れた地元住民が、理性を失って、一心不乱に反対。結局、鉄道会社の思惑は、当時は叶わなかったけど、悲しきかな。時間が解決してしまうもので、この路線沿いを流れていた天白川が、1974年に出勤。お姉ちゃんのそれくらい悲惨な判断は、さらっと嘘で誇張と機弁を押し通そうとしな。日永から伊勢八王子までを、満身創痍の山頂に陥れた。一応、日永から西日野までは、西日野駅を移転させた上で運転再開したけど、利益をついたんでは、赤字を垂れ流すピンチ路線を、総のんきに生かしておくわけがない。沿線住民の、まずは米、あと米、それ米、という、極めて論理的な一つ覚えも、もはやブロック。路線長も、半分未満に縮められた挙句、路線名も回収しなくなった八王子線は、宇津部線の寄生虫みたいな立ち位置に、鈴鹿川童貞の後輩ごときに、本線の座をぶんどられる八王子線くんさ。とにかく、まあ、頑張れアナロー鉄道をさらに縮めるのは良くない。じゃあ、頑張れ、明日オナロー鉄道、不用意な延伸も危ない。ところで、アナロー、明日オナローって、どういう解釈したのお姉ちゃん。うわーだるい、だるすぎる。チャンネル登録お願いしますっていう、この動画サイトで流行ってるモン切りが楽しめの鳴き声に比べたらだるくないでしょ。だるさの矛先をそっちに向けるのは危ない。定期利用率の 80% 近い、ステータスを通勤通学に振り切った八王子線。その線路が伸びていた先には、デコでも動かなさそうに、駅舎があぐらをかいていて、その駅舎の先にあった線路だって、浅く浅ましかった天白川の改修工事に消え、2020年に整備された駅前広場は、その跡地をみじんたりとも語ってない。歴史の残滓も、丸切り潰した代わりに、スレッズ並みにこちゃれた回顧録が、駅前の看板に綴られとる。交通量も、どことなくまばらな西日野駅から、キビスを返して明日ナロー四日市へ、日永から先は基本30分おきなので、一本逃すと中途半端に痛い。四日市の急坂で、足が三重にひん曲がった時の、山田武の巫女とくらい痛い。ラストは、近鉄のガンだったせいでガンつけられ、四日市市のお荷物になるまでを、のんびり語ってくで。近鉄宇津部線、八王子線は、1970年の絶頂期、マッチ箱みたいなちまっこい体育に屈せず、年間722万人をも運んだ。でもそれ以降は自利品。平成元年に、そこはかとなく、ワンマン運転を始めれど、ピークから40年で、輸送人員は半分になれば、
怪しくさ物売りを仕切る。経営状況はおろか、車両だって一部は還暦。もはや、インターネットエクスプローラー並みに、名実ともにズタボロ。だもんね、2006年頃から近鉄は、四日市市にしぶとく鎌町アピールを続けた。葵なチョコミントアイスを。そういう目つきでねだるみたいに外説でプライベートな話するな。お前の部屋で聖地演説するぞ。立ち悪いしキャラ悪いし、ガイドラインが危ないのでやめて。近鉄も、2012年には、あからさまに弱音を吐いて、無理か。損敗は、来年夏までに決めようぜ、となった。ちなみに、2013年夏までと余命宣告したのは、車両検査の期限が迫っていて、キリが良かったから、一路線の路名でさえも、こっち向という手のひらの上で転がされる始末。ただ、一回は、回線を退けた地元住人。無論、今回も黙って流されることはなく、回線だなんて、サイゼリアから間違い探しを消すくらいやっちゃならないと放棄。そうした17万人の署名と、路線維持に飢えた委員会のおかげで、こういう民営方式って形で存続することを考えた。行政が施設、車両をせしめて、鉄道会社がそれを運行、管理するってシステム。この路線の場合、四日市市が、施設や車両を近鉄から強奪して、アズナロー鉄道がそれを運行するってパティン。それを行うべく、近鉄が 75%、四日市市が 25% 金を出して、2015年に四日市アズナロー鉄道を設立。運賃は、一律で30円上げざるを得なかったけど、回線は困るよなと、市民に圧をかけたおかげで、ツイッター課金中で口先だけ渡したなアフィカスとは真逆に、きちんと鉄路存続という形で行動に移したで。ところで、近鉄は BRT をしていたけど、工事に3年かかるせいで、国道が、車の乱行パーティー状態になったり、その国道とガス道路が交差するのが、ごちゃごちゃしてややこしいとかって理由で、ちょっと BRT 君には黙っててもらった。あと、もう一点、近鉄の荷物だったものが、四日市アスナロー鉄道の持ち物になったもんだから、近鉄とは、当時の運賃じゃなくなる。言い換えると、利用者の懐は寒くなる。そういう理由で、四日市までは自転車、そこから近鉄線、という、線路以上に企業がナローな使われ方の、車両に傷をつけて、ボロ車両だから値下げしろとせがむ、ビッグモーター情報を取らないだけマシだけど、ただ、アスナロー鉄道の熱意は、その程度じゃ折れないほど熱い。今年の夏ですら、裸足で逃げ出すくらい熱い。ってわけで、手始めに、2018年、お試し通学回数乗車券なるものを学生に売りさばくことに。さらに、2019年以降は、1年間使える通学定期券だって販売するようになった。あと、汎用性も高く、そこまでかそってない近鉄時代のタイヤを使い回せる。そうやって、あの手この手で、学生を囲い込もうとしとる。実際、初年度は、約5000万円の黒字を叩き出したので、滑り出しは順風満帆。っていうのは、数字だけ見ればそうなんだけど、鉄道事業再構築事業なる、ゲシュタルト崩壊しそうな名前の計画があって、設備への投資、修繕にかかるお金を、国が3分の1、三重県が6分の1補助することになっている。その上、鉄道会社の赤字分は、四日市市が基金とかから札束ぶっこ抜いて、穴埋めをしてくれる。要は、どんだけ赤字を垂れ流そうが、黒字じゃいと言いくるめられる制度が作られとる。近鉄時代から赤字、通学客に逃げられた路線が、黒字になっとるわけないやん。さらに、その鉄道事業なんとやらは、あくまで、アナロ鉄スタートから10年だけの計画。その略し方いいの。2015年の運行スタートから、もうそろそろ10年、四日市アスナロー鉄道は、今、その岐路に立たされています。なんで 7km の路線解説だけで18分食ったんだ？まあいいか。ラスト、アスナロー四日市、もともと近鉄の腫れ物だったので、近鉄四日市駅に接続している。JR 四日市とかいう名札だけ高価なくせして、コンビナート以外何も寄せ付けない駅とは対照的に、近鉄サイドは、ご丁寧に百貨店まで開いて、四日市の連中を手なずける人流のハブ。それを裏付けるかのように、もちもち高層建築も増えてきて、宇都部線は物理的に高みの見物を食らってる。そんな四日市では、バンコ焼きなる陶磁器をはじめ、産業だって盛ん、ムナミローさんが江戸時代に朝日町で始めた、オランダっぽい雰囲気の陶磁器や、四日市でバズるのは明治初期から、つまりマンコローザン、バンコ焼きの名前は、ずっと変わらんって意味の、バンコ府駅から2000ドルらしいで、マンコぶっかけ駅、明治中期の関西本線開通、19世紀ラストの四日市港の開港やらで、バンコ焼きは、津々浦々に名を轟かせることになるで、わけもなく姉に無視されて、私はひどく憤慨しています。まあ、ってわけで、アズナロー四日市に到着、他路線はこう書かされて思い上がっているのに、こいつだけは、地に足がついたまんまの一匹狼。なんでも、近鉄名古屋、湯の山線が、市街地をぶった切るのはおこがましい。バラエティ番組の芸能人カットイン演出くらいおこがましい。ってわけで、四日市市の都市計画のもと、1970年頃から2路線が、それぞれ 1.7km ほど高架化された。と同時に、この計画が立ち上がった1970年代は、絶頂期とはいえど、八王子線は、えらく赤字だったもんで、近鉄も、
廃止後のバス代行計画に手こ入れしようと、高架化、整備のための金を少し負担してやるという、肩入れ屋を長番祭ごっこをしたというで、宇都部線が高架化されてないのは、そうやって人質に取られたから、って見方もできるかも。ってわけで、アスナロン四日市に到着、地平のホームに差し込む光も、ふざけた位置に立っている支柱も眩しい。鉄道の利点は大量輸送。せやけど、ナローゲージという、花から、大量輸送に向いてないものだってある。そんなナローゲージの弱みを、強みにして、個性に変えたアスナロー鉄道。近年巻き起こる廃線議論の中で、何かと参考になる路線なんじゃないかな。というわけで終わり、の前に、四日市アスナロー鉄道と近鉄線を乗り換えようとすると、漏れなく民速大移動を強いられるので、方向感覚と足に底なしの自信があっても、3分は余裕を持った方がいいです。いい加減、この動画は終わろう。じゃあね。